皆さんこんにちは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。商いはカドカド2022年1月号のダイジェスト版をお届けいたします。商いはカドカドは新時代の経営力を磨く月刊誌として、リーダーシップの磨き方、元気な組織の作り方、売れる商品開発、売れる営業など本質の経営力を高める専門誌です。今月の特集は2022年経営のニュースタンダード2頭を追う戦略。そして今月のおすすめビジネス小説の紹介ですけども、中小企業の DX 営業マニュアルという本を紹介しています。この本はですね、展示会コンサルタントとして活躍している、清永さんという方が、執筆されました。昨年展示会ですね、オンライン展示会の、セミナーがあって、私そのセミナーに、ね、参加させていただいたんですけども、清永さん非常にこう分かりやすい説明とですね、非常にこう濃厚な資料をですね、公開してくださいました。まあ、そんなことで、コロナ禍以降 DX ですね、デジタルトランスフォーメーションという叫ばれてますけど、中小企業にとって DX って一体どうなんだっていうね、大企業が DX を導入するのは容易で、まあ、最適だと思うんですけども、中小企業にとってちょっと荷が重いんではないかななんて思う時もあります。まあ、そんなですね、清永さんがですね、DX、中小企業のね、DX について営業マニュアルということで、ノウハウを公開している本でございます。ぜひね、一度読みになるといいかなと思います。それでは、今月号の特集に行きたいと思います。2022年経営のニュースタンダード2頭を追う戦略ということですね。これも字のまんまですよね。よくですね、2頭思うは1頭もね、物にできないなんていうね、まあ、そんなことわざがありますけども、実はですね、そうでもないよと、このコロナ禍で本当に困ったことっていうのは、何か一つに依存している、例えば売上をこの商品だけに依存している、この顧客だけに依存しているっていうのがあると、そこがダメになってしまう、それで経営としてはもうガタガタになってしまうということなんですね。で、今回紹介するのは2019年2月に出版された両利きの経営という本があるんですね。これはチャールズ・A・オライリーとマイケル・タッシュマンという方がね、外国人が書かれたものです。まあ、この本をベースにして私なりの見解を付け加えたということになっております。そんな中でまず紹介しているのが、アメリカのカリスマコンサルタント J ・エイブラハムのね、パルテノン戦略ということなんですけども、パルテノン戦略、神殿というのがイタリアにありまして、この神殿は円柱の柱がですね、非常に多く、何十本立っているのかな、まあ、そういう感じの神殿なんですね。で、J ・エイブラハムはこの神殿の柱の数に例えて、やはり経営もこのように、この柱のようにいくつものですね、売上の柱を持った方がリスクが少ないよって言ってるんですね。まあ、そんなことで J は、パルテノン戦略と名付けて、いくつか経営の柱を持ちましょうということをね、ずっと提唱していました。それでこれ、せっかくね、2022年っていうね、新しい年が始まりましたので、まず先が見えないっていうね、ことがね、いくつかあるんですよね。まずその1個が、商品が納入されないっていうね、非常に困った状況、今起こってるわけですね。トヨタに、ヤリスっていうね、車があるんですけど、なんと、今年の春、2021年の1月に発注して、なんと納車が2021年の12月、もう約1年もかかってるってことなんですよね。さらには住宅業界に目を移すと、給湯器、ウォシュレット、自動水洗などが、まあ、納品の予定が立たないってこと。で、特にこの冬に来てですね、給湯器ですね、もうどこに行っても給湯器がないので、給湯器が壊れてしまったらさあ大変という感じなんですね。もうお湯が使えない、お風呂に入れないってことになってしまいますので、この辺もね、いつになったら解消するのかなっていうね、まあそんなことも危惧しております。あとはガソリン代がですね、価格が高騰してますよね。
で、新潟市でちょっと見てると、1リットルだいたい161円から165円ぐらいのスタンドが多いかなっていう。先日山形行ったらもうちょっと高かったですよね。やはりこのガソリン代が高騰していくとですね、いろんなこの運輸関係だったりとか農業関係、漁業関係もあらゆるところに影響が出てくるので、まあここもね、注目しておかないといけないですよね。で、あとは食品もね、やっぱ値上げラッシュが続いてるっていうね。そして、三つ目はですね、オミクロン変異ウイルス、まあ、オミクロン株ですよね。これがどういうふうになるか。欧米の方ではね、結構ね、広がりを見せていますけど、今のところ、今日が12月19日なんですけども、そんなにね、オミクロン株が、感染拡大してるっていう話は今のところありませんけども、これから年末から年明けにかけてどうなるかは、まあね、わからないですよね。まあ相変わらず、この、感染の予防はしておかないといけないってことでしょう。さて、ここで2と戦略なんですけども、この良気の経営っていうね、本がありますので、まあこれを読んでいただければ一番早いんでしょうけども、まあ既存事業のね、コスト削減を行いながら販路を広げていくっていうね、深掘りのね、まあ戦略を行いながら一方では新しい事業機会を、探索して成功しそうなものを見つけて事業化する、まあ、この二つを同時にこれからはやっていかないと安定経営は難しいだろうなっていうことなんでしょうね。それで HIS のね、沢田会長、HIS とはまあ旅行代理店ですけども、沢田会長は去年のね、決算、そうですね、第2四半期のね、連結決算の時に、実は今後1年間で国内263店舗のうち約3分の1に当たる80から90店舗を占めるっていうふうにね、まあそういうふうに公言していましたね。まあこれはコロナ禍前から閉店を考えていたと、もう店舗の時代が終わったというね、衝撃的な発言をしました。はい。まあそんなことで DX を導入してですね、やっぱりデジタル販売にこう移行すると。で、さらに最近の日経 MJ のインタビューでも沢田会長は、企業の寿命は30年ほどと言われている中、旅行業で40年も経ったので、そろそろ新しいことを始めなければ成長できない。それを早くにやっていなかったから今コロナ禍で痛い目に遭っている。4、5年後には HIS を旅行業とは言えなくなる可能性があるっていうのは、こんな発言もですね、してるわけですよね。それで HIS ね、2頭を追う戦略をやってるんですけど、実は蕎麦屋をね、始めてるっていうことなんですよ。ちょっと意外だったんですよね。その蕎麦屋っていうのは、去年の10月に埼玉県の川越に、満天のひでそばっていうのを開店したらしいですね。で、現在5店舗あります。はい。まあ、リアル店舗ですよね。なぜこれをやったかっていうんですけども、その、寿司とかラーメンっていうのは、日本食として結構外国人にも馴染みがあるんだけど、蕎麦っていうのはね、意外とね、知られてないっていうか注目されてないと。まあ、そこに目をつけて、海外日本文化を広げようっていうことで、こういったですね、蕎麦屋を始めたってことなんですね。まあ、他にも日本酒のですね、輸出を手掛けたりとか、いろんなことに今、この HIS が取り組んでいます。まあ、海外の販路についてはですね、この旅行業で培ったですね、チャンネルがあると思いますので、もう強みを生かしたってことでしょうね。はい。あとはね、コロナ禍で需要が急拡大したキリンのね、乳酸菌飲料っていうのがありますよね。まあ、キリンはね、結構昔からこの研究やったりしてて、2017年よりですね、プラズマ乳酸菌が入った飲料として、イミューズっていうのをね、これ発表しておりますね。で、2020年に免疫に関する機能性表示としてリニューアルしたっていうことなんですよね。まあそんな感じで、まあ一般の飲料ですね、ビールもありますし、ジュースだったりとかね、炭酸もあると思うんですけど、それに加えてですね、この免疫部門ね、乳酸菌を使った免疫部門をもう一個の柱に仕立て上げようってことですね。で、これで思い出すのが富士フイルムのね、アスタリフトっていう基礎化粧品なんですね。これは、フイルムを製造する、要は富士フイルムが自らの商品だったフイルムを製造するときの、
強みを生かしたんですよね。これ3つぐらい強みがあるんですけども、割愛させていただきますけども、それを生かしてなんと基礎化粧品を作ってしまったと。これももうすっかりね、10年近く経つのかな、もうすっかり事業の柱として成長しております。その一方でヤマハ発動機っていうね、会社ありますね。バイクとか楽器とかやってるね。ここはですね、実は、二酸化炭素削減に取り組むために、藻類ね、藻ってあるじゃないですか、ワカメとかああいうのの藻ですね、藻の光合成による二酸化炭素吸収に着目していたと。それでできたのが2007年に、サプリメントでアスティボっていうね、サプリメントを発売したわけなんです。で、2007年から2009年までの3年間の累計売上わずか5億円で終わったということから2010年には撤退したと。2頭を追おうと思ったんだけども、なかなかうまくいかずヤマハは撤退してしまったというのもありますよね。で、あとはまあ量機器の系に成功した世界的な有名企業たくさんありますので、それは本誌の方でですね、結構あるね、10個ぐらい紹介してますので、まあ読んでいただければいいかなと思います。さて、続きまして毎月恒例の日替わりのコラムでございます。まず1日土曜日、今年は自立型組織へシフトする1年にっていうね、ここ何年もね、自立型組織っていう名前を聞くと思うんですけども、実は私昨年の12月からですね、3ヶ月間にわたって自立型組織を作るワークショップに参加しました。まあ、ここ数年ティール組織というね、本がね、売れたりしてるんですよね。どういったことかって言ったら、まあ、上司が命令、指示、命令しなくても社員ので自ら考えて行動する、そしてそれを改善していくみたいなね、まあ、自律的にこうやって動いていく組織を作りましょうっていうね、まあ、経営者にしてみればもう理想の組織なんですよね。まあ、そんな私ワークショップもこう受けたんですけども、そろそろね、まあ、こういった組織形態にシフトする、要はヒエラルキー型、ピラミッド型から、自立分散型、まあ、自立型組織にシフトする企業が増えてきてるし、そういった勉強をし始めてる経営者も非常に増えてますので、まずはね、ティール組織っていう本があるんで、まあ、この辺から学んだらいいんではないかなっていうことなんですね。まあ、早めに情報収集していかないとですね、なかなか急に自立型組織にしたい、ティール型組織にしたいなんて言っても、そう簡単にはいかないんでね。そして手順もいろいろありますので、早めの情報収集をお勧めしますということです。2日火曜日、職業の定義が曖昧になってきた。これもね、ずいぶん前からそうだと思うんですよね。自社は何屋だとかね、A という会社は何屋だとかっていう、だんだんそういった境界線がね、ボーダーラインが曖昧になってきて、まあいろんなことをやるってことなんですけども、非常にわかりやすい例で言えば、マーケティングとセールス、この境目ってどこなんだっていうね。私はマーケティング担当者です。あなたはセールス担当者ですって言って、きっちりとこう、分けれないんですよね。連結してるんでね。マーケティングっていう集客の仕組みがまずあって、そしてセールスにバトンタッチするんですけども、じゃあセールスだからと言ってマーケティング的なことをやらなくてもいいかというとそういうわけでもないし、マーケティングだからと言ってセールス的なことを活動をやらなくてもいいかといえばそういうわけでもないので、どんどんそのボーダーラインがあやふやになってきて曖昧になってきてるってことなんですよね。だから自分のこうね、仕事の範囲をね、こう定義をきっちりとした方がいいんではないかなっていうね。まあ広げるんだったら広げるでいいでしょうし、狭めるっていう選択もあるので、どんどん狭めてもうここに特化するとかっていうのもありだと思いますので、ぜひですね、職業の定義、職務の定義について考えてみてください。3日月曜日、デジタルとアナログの良さを知っていますかということです。まさにですね、今ね、デジタル大、デジタルの最盛期と言っても過言ではないでしょう。コロナ禍に入って特にね、このデジタルとかネットの、凄さっていうんでしょうかね、利便性が、取り出されております。まあそんな中で、やはりですね、デジタルも使いながらアナログを捨てるんではなくて、ことあるところではやっぱりアナログを使っていった方がいいんではないかなっていうんですね。なので、こう、私もまだですね、手書きのハガキを書いたりとか、まあ、いろんな、そのアナログの活動をしています。手紙もね、うちの会社で出しております。
まあ、インサイドセールスって言いますけども、まあ、そんなことで超アナログとですね、メルマガだとかランディングページだとか SNS のように超デジタルも使って、それをハイブリッドでやってるってことなんですね。で、今後はおそらくデジタルとアナログのこう組み合わせ、ハイブリッド化が進むと思いますので、まあ、両頭使いっていうかな、それを視野に入れて、いろんな活動をやっていかないとですね、経営もうまくいかないと思います。4日火曜日、〇〇〇マーケティング、意味がわかんねえぞっていうね。いや、本当そうなんですよ。コロナ禍以降ね、いろんなのが出てきてるんですね。例えば MI とかね。これマーケティングオートメーションの略です。ごめんなさい、MA ですね。で、SFA ね。これはセールスフォースオートメーション。さらには DX がデジタルトランスフォーメーションの略とかね。まあ、いろんなのが出てきて、よくよくわかんないと。で、さらにはね、コンテンツマーケティングとか、インバウンドマーケティング、そしてアウトバウンドマーケティングなんかもあるんですよね。で、まあ、ビジネス用語っていうのは、日進月歩で去年ね、使ってなかったけど、今年出てきてものすごく流行るなんてこともあるわけなので、やはり、こう、経営者であればですね、ビジネス用語、特に新しいビジネス用語に関しては、アンテナを張っていった方がいいですよというお話です。5日水曜日、自分の時間の使い方を知っていますか？そうですね、自分のね、時間の使い方を記録している人っていうのは非常に少ないかもしれません。私も一応は記録をしていますけども、こと細かにっていうことになるとなかなか難しいんですね。なので、大雑把には記録しています。例えば、営業の有効面談時間。有効面談時間っていうのは、実際に売り上げを生むであろうと思われる商談が一番ね、最たるものですよね。一日の中で商談をどのくらいの時間やるのか。そして、見込み客を探す時間というのも売り上げにつながるので、まあそういった活動はどのぐらいか。さらにはリピートを促進する。既存客にもう一回買ってもらう。もっと購入の頻度を上げるにはどうしたらいいかって活動。まあこれなんかもですね、非常に重要ですね。一方、雑務ってあるじゃないですか。例えば、日報を書くとか、会議の資料を使う。これって意外と、人で時間かかる割には、売上だとか経営に対する影響は意外と少ないと思うんですよね。こういったものにね、どのぐらい時間をかけているか。あとは、顧客の売上高ってあると思うんですけども、やはり、売上高が多くなればそれだけの時間かかるし、売上高が少なくなればそれだけ時間少なくて済むんですけども、逆転してるようなことがあるんですね。売上が差してないのに、意外と時間かかって赤字だよ、なんていうとこあるので、まあそういったのもですね、記録していくといいのかなと思います。そして営業マンの方にね、お伝えしたいのは、営業っていうのはね、遠方にこう出張に行ったりとか、移動時間なかったりする、なんか仕事した気になったりするわけですね。あと1日の商談が1個2個じゃなくて4つぐらいあると結構今日仕事したみたいな感じで充実感を持つわけなんですけども、まあ充実感と成果というのはあんま関係ないので、まあその辺のこともね、成果をきっちり見ながら本当にそれでいいのかなっていうね、自分の時間の使い方って合ってるのかなっていうのを考えたらどうでしょうかというお話です。6日木曜日、ビッグボス、新庄から学ぶ周囲を巻き込む力とは。11月でしたか、10月でしたかね。新庄さんがですね、日本ハムファイターズの監督に就任しました。で、なんか監督って呼ぶのは嫌だとか言って、ビッグボスってね、呼んでくれって言ってたのは非常に印象的だったんですけども、新庄さんというのは結構派手なパフォーマンスで、ファンをね、喜ばした人なんですけども、本当に監督できるのって思った人も、結構いたんじゃないかな、大丈夫なんかなっていうね。まあ、ただ、テレビのインタビューで、日本ハムファイターズの本拠地である札幌のね、街頭インタビューなんか見るとね、いや、新庄が監督になってよかったよとか、もう楽しみだとか、何やるかもうね、本当にワクワクしてるみたいな、そんな声が非常に多かったですよね。で、まあ、監督になってみると、いろんなことがね、出てきましてですね。やっぱり派手なパフォーマンスの裏にはしっかりとしたね、人生の哲学だったりとか、野球に対する取り組み、まあ、そういうのがしっかりしてるんだなっていうのがだんだん分かってきました。例えば、これとかね。観客という言葉は球場以外で見ている人間のことは指さないため、
ファンという言葉を使うこと、日本ハム時代には本拠地を札幌ではなく北海道ということにこだわり、記者等に対してもそういうように指導していたとかね。あとは、日本ハム時代には試合で活躍してお立ち台の依頼を受けても他に活躍をした後輩へ譲ることが幾度かあった。うん。ですね、あとが、あ、これでしょうかね。同僚を巻き込んでファンサービスに力を注ぐ狙いは、自身以外へも興味を持ってもらい、新たなファン層を開拓するきっかけ作りにあり、後輩の森本は新庄の引退後もその役割を引き継いだ。同じく後輩の稲葉も新庄の姿勢に学び、プレーとファンサービスの切り替えができるようになったということなんですね。まあ、周囲をね、巻き込んで目標を達成するね、まあ、こういうふうなね、新庄さんのような人、そしてそういう人を会社にもね、当然必要だと思いますので、周囲を巻き込むというね、工夫をやってみてはいかがでしょうかというお話です。7日金曜日、経営者とアポイントを取る方法とは、法人営業やってればね、ぜひね、経営者とアポイントを取りたいっていう非常に多いと思うんですね。まあ、そこで、じゃあ経営者とアポイントを取るにはどうしたらいいかっていうね。まあ、いろんな方法がありますけども、実はね、経営者団体に入るっていう方法があるんですね。おいおい、ちょっと待ってくれ。俺、1階の営業マンで、経営者団体にはなかなか入れないよっていうね、そう思ってる人も多いと思うんですね。実は、だけど、入れるところもあります。中小企業家同友会っていうね、まあ、これ全国組織ですけども、そこには47都道府県に、まあ、支部っていうかね、そういうのがあります。いや、その中でも、保険の営業マンでも入れるっていうところがあるんですね。まあ、おそらく保険の営業ってフルコミッションとかね、コミッション系でやってる人が多いので、もしかしたら自営業とね、見なしているのかもしれないですけども、まあ、そういったところに加入する、まあ、入るってことですね。そうすれば、経営者と会う機会あります。で、月1回必ず例会があると思いますので、その例会に出れば、当然名刺交換はできますし、その他、いろんなイベントだったりとか、委員会とかもありますので、そういうところに顔を出すことによって、どんどん経営者との顔が広がっていくってことなんですね。まあ、そういう方法もあります。経営者団体だからといって、経営者だけしか入れないっていうね、まあ、そういった厳しい団体だけではないっていうことなんですね。もう少し、こう、門出を、入り口を広げてる経営者団体もありますので、ぜひね、そういったものを利用してはいかがでしょうかということなんですね。他にもあといくつかありますけど、詳しくは本誌をご覧ください。8日土曜日、テクニックなどくだらない本質を語れ。これね、経営者にありがちなんですよね。その手法とかテクニックの話をしてると、まあ、そんなのたかだかテクニック、小手先のテクニックじゃないかみたいなね、まあ、本質やっぱり追求しないとダメだよっていうわけですよね。まあ、とはいうものですね、テクニックって馬鹿にできないですよね。当然ね、戦略の方が概念上上には来るんですよ。上位概念には来ます。で、テクニック、小手先のテクニックね、例えばチラシをどう作るとか、セールストークをどう話すとか、どういう風な接客やるとかね、商品のパッケージどうするなんていうのは本当末端のことですよ。だけどそこなんですよね、見込み客とかお客様と接するっていうのは戦略じゃないんですよね。あくまでもテクニックとか、そういう末端のものがお客さんと直接触れ合えるものになり、ということは、その末端のテクニックとかツール類みたいなのがうまくできていないと売り上げも伸びないんですよ。うん。だからこれね、経営者の方に僕言いたいんですけども、戦略確かに重要だけど、戦略が正しくても末端のテクニックとかツールが正しくなかったら売れないってことなんですよ。ここで間違ってほしくないですよね。それで戦略が例えば間違ってたとするじゃないですか。間違ってたとしても、ツールがめちゃくちゃすごかった、それで売れる場合もあるわけなんですよ。そこのところなんかね、戦略とか経営戦略系の方が上位概念で偉いんだぞみたいなことを言う経営者の方がいるので、これ気をつけてほしいなと思います。9日日曜日、経営とは何か、良い経営者悪い経営者。ここなかなか難しいテーマなんですね。まあ、何が良くて何が悪いっていうのってね、非常にこれ難しいですよね。で、まあ、これ突き詰めていくとね、良い会社と悪い会社っていうのあると思うんですね。例えば、業績の良い会社は良い会社で、倒産しそうな会社は悪い会社なのかっていう話もありますけどね。
で、年商100億円の会社は良い経営者で、年商1億円の会社は悪い経営者がやってるんでしょうかっていうのもありますよね。あと、ヒット商品を開発した会社は良い経営者で、売れない商品を開発した会社は、悪い経営者なんでしょうか。社員が辞めない会社は良い経営者で、社員が辞める会社は悪い経営者なんでしょうかって、まあいろんなことこれ考えられるんですよね。つまり経営とは一体何だろうっていうのをね、考えていかないといけないんでしょうけども、やはりバランスの取れてる経営というのは非常に大事で、数字を気にしながら科学的に経営すること。これは一つの側面ですよね。同時に夢とかビジョンに突き進む情熱的な経営、要は感情ですよね。感情を動かす経営なんかも必要なんですね。で、これベクトルがそれぞれ違うんですけども、このバランスを取っていくっていうね、これも経営者のね、大きな仕事だと思うんですね。だってアウトプットだけのことを言っても、どうやったら売り上げが上がるのか、いや、訪問する回数を増やそうとかいろいろあるんですが、それはそれですよね。結構事務的な話になりますよね。だけど、夢とかビジョンをそこに追加して語っていかないと、本当にただ数字だけね、追求して、くたびれてしまうということが起こりますよね。このバランスでしっかり取れて、社員を巻き込めるっていうのがやっぱりいい経営者でないのかななんて最近思い始めました。まあ、いずれにしろね、経営って一体何だろうっていうね、これを自らに問いかけてみてください。10日月曜日、必要発明の母、困りごとはヒットの種。これ昔から言われてますよね。で、今日紹介するのは、ですね、江戸時代から続く京都の亀屋義長という和菓子屋さんの話なんですね。まあ、和菓子屋さんなんでね、やっぱり洋菓子とかいろんなものに押されて、年々こう売り上げが落ちてきています。で、このですね、亀屋義長さんもですね、ですね、そうですね。これ、練り羊羹ね。あくまでも練り羊羹ね。練り羊羹の売り上げというのは非常に低迷してたと。で、羊羹の年間売り上げわずか7万5千ほどになってたらしいんですね。いや、それぐらい、まあ、やっぱり羊羹って売れないのかなと思いますよね。で、まあ、このところの若おかみのアイデアでなんと売り上げが1000倍に伸びたっていう話なんですね。それでどういうことをやったかって言ったら、若おかみは食パンのパンに困ってたらしいんですね。息子さんが二人いて、長男は甘いものが苦手で、スライスチーズを乗せて焼いたパンね。これが好きだった。まあ、トーストにするんでしょうね。一方、次男は甘いものが好きで、あんこを乗せたパンが非常に好きだったんですね。しかし、冬はあんこが固まって、パンに塗れないって、まあ、塗れにくくなるんですね。塗りにくくなると。まあ、だから、あんこもスライスチーズのようにパンに乗せて焼ければ楽でいいなと思ってたんで、そこで、そういったスライスチーズみたいなあんこを開発したんですね。はい。これ何という商品名だったかな。スライス羊羹っていう名前ですね。それで、ヤフーとかね、Amazon とかでも売ってるようですよね。はい。で、これを売ったところ、なんと7万5千の1000倍、いくらですかね。7500万ですかね。もう大ヒット商品になったってことなんで、まあ困りごとですよね。若おかみの困りごとがヒットの要因だったっていう話でございます。11日火曜日、社長が毎日飲みに行ってます。まあ今は少ないかもしれないですけど、コロナ禍の前とかね、毎日飲みに行ってる社長さんも結構いたと思うんですよね。それで先日聞いた話が非常に面白いんで紹介すると、やっぱ社長がね、毎日こう飲み行ってるんで、困ったもんだと思ってたんですね。ところが、社長、ただ飲みに行ってたわけじゃないんですね。毎日飲みに行って、飲みに行った先でしっかりと営業してたわけですよ。で、そこからの、まあ、お客さんが非常に多いってことに、社員が気づいたわけですね。ああ、それは飲みに行ってもちゃんと仕事を取ってくればなるじゃないですか。そこで、ここの会社の社員さんのすごいところは、ちょっと待て、これじゃあ社長がいなくなったら仕事が取れないじゃないかってことに気づいて、ちゃんとした営業部を立ち上げないといけないねっていうことになったらしいんですね。まあ、ここに気づいた社員さんというのも非常にですね、すごいなと思います。で、ここでのポイントは、まあね、全社員のね、
仕事とか行動をね、見える化していくとね、非常にね、無駄も見つかりますので、今回のように一見無駄なんだけど、実は会社にとってものすごい有益なことをしてるっていうね、まあこういったのも出てくるんですよね。うん、だからまあそこにまた改善の余地が出てくるので、まあ会社の全機能っていうかな、仕事を把握して見える化して、こう精査していってはいかがでしょうかという話です。12日水曜日、思わず衝動買いしたバッグとはっていうね、実は先月ですね、私、バッグを衝動買いしたんですね、生まれて初めて。そもそもバッグとか買ったことがないんですよ。だいたい妻がですね、ビジネスバッグも全部こう購入してくれるので、私自身としてはなかったんですね。ところが今使ってるアルマニのバッグがもうボロボロになっちゃって、どっかで買わなきゃなと思ってたんですが、後回しになっても数ヶ月も経ってたんですね。で、たまたま入った、ツタヤかな?ツタヤに、よくあるじゃないですか。化粧品だったり枕だったりバッグとか結構多いんですけども、ちょっとした冊子と一緒にセットになって売ってる、まあ付録なんですよね。でそのね、実は付録が付いてるバッグってのを買ったんですよ、1980円で。いやー、それでね、まあちょっとね、見栄えも悪くなってたので、アルマニのバッグも助かったなとは思ったんです。それでね、で、そうやって考えていくと、やっぱり販売するチャンネルって重要ですよね。まあ、バッグは一応、ネットで買っても僕全然いいんですけど、なんか一回はちょっと持ってみて買った方がいいかななんて思ってて、リアル店舗で買った方がまあ一番いいんだろうなとは思ってたんですね。だから行く時間がなかなか作れなくて、ずっと後回しになったんですけど、まあ、こういったコンビニとか、大型書店だとか、まあ、スーパーでもいいんですけど、そういったところで、バッグを売ってもらえるとね、非常にですね、私は買いやすいなと思いました。なので、販売する場所をね、やっぱ工夫するとね、売れる商品もあるんだろうなということです。13日木曜日、稲盛哲学の真髄、6つの精進とはっていうね、稲盛和夫さんですね、京セラの創業者で JAL を再建したっていうね、ことで非常に有名です。まあその稲盛さんがですね、心を磨く指針ということで、6つの精進っていうのね、まあそれをこう発表してるんだね、本に書いてるんですね。まず1つ目は誰にも負けない努力をする、2つ目謙虚にしておごらず、3つ目反省ある毎日を送る、4つ目生きてることに感謝する、5つ目善行、利他行を積む、6つ目感性的な悩みをしないっていうね、まあこれがですね、6つの精進なんですけども、こう心を磨くっていうのってなかなか意識してないので難しいと思うんですが、まあこんな感じでね、こう指針があると非常に心も磨きやすいわけですよね。まあそんなことで心を磨く実践をしましょうというお話です。14日金曜日、職業による上下関係、ユニフォーム効果の実態。ユニフォーム効果ってもう心理学で昔から言われてますよね。例えば白衣を着ている人はね、頭が良さそうに見えるとかね、警察官の制服を着ている人は真面目そうに見えるとかね、スーツに弁護士バッジをつけているともういかにも権威があるよっていうね、まあそういう人に見えるとかっていう、まあこれがユニフォーム効果で、着ている本人もやっぱりそういう風にね、なるんですよね。ですので、なんか犯罪とかであったんじゃないですかね。実際の警察官のユニフォームを入手して、なんかね、着て、夜になると、その服装を着て、なんかパトロールしてる人がいたみたいなね。まあそんなの前聞いたことがあるんですが、まあそれもそうですよ。もう本人がだから偉くなりたい。警察官の格好したらみんな言うことを聞くじゃないですか。まあそういう感じなんだと思うんですよね。で、そんな中の一つにですね、お寺さんの住職の名の衣装、袈裟とね、なんかあるじゃないですかね。そうなんですよ。まあそういったね、方位っていうんでしょうかね。それもね、かなり強烈に効きますよね。うん。まあだから、なんだろうな、世の中っていうのも姿格好イコールこういったイメージだっていうのをね、持ってる人がいるので、まあそういったユニフォーム効果、これなんかもうちょっとですね、企業経営にも使えるんじゃないかなと私は思っています。はい。で、まあ、具体的に言うと、マーケティングとかセールスにユニフォーム効果を活用できることはあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ユニフォームとかね、作業着とか制服、まあ、そんなことをね、今一度こう考えてみると、いろんなことで良い影響が出るのではないかなと思います。15日土曜日、話の伝え方が上手い人がやっていることとは、
話がね、うまい人っていうのは本当にうまいんですね。当然こう滑舌がいいっていうのもあるんですけども、あまり滑舌がね良すぎても、今度逆にね、なんかこうどう言ったらいいのか、人を騙すセールスマンみたいになってしまうので、それもどうかなと思うんですけども、話のね、どういうふうに話を表現するかっていうと、やっぱり例え話使うのがうまいんですよ。特に難しい話だと例え話が非常に有効なんですね。で、あの本誌の方には実際書いてあります。この歯科医院ってありますよね。で、歯科医院も、例えば虫歯のね、治療で行ったりしても、まあ治ったりするとですね、あとは2、3ヶ月に1回ね、定期検診っていうかね、それに来てくださいとかね、私もずっと言ってました。毎月、定期的に見てもらってたんですけども、で、何のためにじゃあ、その定期検診も治ってるにやんなきゃいけないんだっていう話なんですけども、本誌に紹介したのは、それを車検に例えて、車に例えて、要は、歯の定期検診をしっかりやらないと大変なことになりますよっていうのを書いてありますよね。まあそんな難しい話は例え話で、伝える。皆さん方がよく知っている例え話で伝えると、お客様にも、意味がね、なんでこれをやらなきゃいけないのかっていうのが理解しやすくなるんじゃないかなと思いますので、例え話のパターンというのはいくつかやはり用意しておくと、話が伝わるようになると思います。16日曜日、まずは情報発信から始めてみましょうっていうね。これだけでネットがね、普及しているとね、情報発信ってのはほぼほぼ個人でもできますし、会社でもできます。そして、なんと言っても無料でやることも可能だっていうのが非常に魅力的だと思います。ですから、まあ多くの人も参入するっていうね、レッドオーシャン的なこともありますけどもね。はい。それで、なんだろうね、情報発信ね、が弱いとか、少ないとか、やってない会社ってのは非常に多いんですけども、とにかくね、情報発信ってのはアウトプットですよね。で、このアウトプットを意識するってのは非常に大事なんですね。精神科医の樺沢志穂さんによるとですね、情報発信とね、9つメリットがあるって言ってるんですね。1つ目がフィードバック効果が高い。2つ目、文章が上達する。アウトプット力が鍛えられる。3つ目、緊張感が出る。まあ、自己成長が加速するってことですね。4つ目、情報と人が集まる。5つ目、社内での評価がアップする。6つ目、取材、出演、仕事の依頼が来る。7つ目、楽しい。8つ目、ストレス発散になる。ストレスが減る。9つ目、収入が増えるっていうね、ってことですね。なので、もしインプットする際もですね、ぜひね、アウトプットを目的としたらインプットをしてくださいってことなんですね。インプットを目的にしたインプットは、あんまり仕事上役に立たないと思いますので、とにかく情報発信を前提にしたらインプットをやるとか、そういうふうな考えでいるとうまくいくと思います。17日月曜日、成功する商品開発にはコツがあったっていうことですね。はい。でね、商品開発はもう口酸っぱくす僕言ってるんですけども、漠然と始めてはいけません。はい。例えばここにねペンがあるんですけど、このペンなんかどうやったらもうちょっと売れるようになるかなとかっていう、まあすごい漠然とした感じじゃないですか。そういうことで考えるんではなくて、まず商品開発はまあおよそどういったね類のものを作る、開発するかっていうのが決まったら、次にやることっていうのはターゲット設定ですよ。ターゲットは一体誰なのかってことなんですね。なので、このね、たかが100円ぐらいのボールペンなんですけれども、じゃあこれでターゲット設定する。例えば子供ね、小学校1年生の子供向けのこのボールペンと、どうしましょうか。ビジネスマン、しかも営業マンの向けのこのボールペン、さらには社長向けのボールペンとか主婦向けのボールペン。ちょ、これ何が変わるんだってことですね。一応ターゲットは変わってるじゃないですか。年齢も違いますし、性別も違いますし、職業も違うっていうね。そういったところ、要はまずは制限をつける。その制限をつけるにしても、ターゲットをまず最初に決めてしまう。そうすると、おのずとですね、このペンをどういうふうに開発したらいいかっていうのがわかります。はい。まあそんなことで進めていけばいいと思うんですね。例えば営業マン向けのペンであれば、もちろん営業マンは常に外に出てる人たちなので、まずね、
軽いっていうことがまあ条件だと思うんですね。まあ、軽いなんてすごく軽くなくてもよくて、で営業マン困るのは途中でインクとかがなくなったら非常に困るんですよね。私も何回か経験ありますよ。たまたま予備のねボールペン持ってなかったので、まあそういったらインクがなくなった時にね、なんだスペアのインクをねこの中にもう一本入ってるか、まあそういうのも可能でしょうし、まあこのボールペン、まあ自分で使うんじゃなくて契約書にお客様からサインをしてもらうってことであれば、契約書があるっていうのは結構高額商品だと思いますので、このボールペンもである程度高級な仕様にしないと、なんとなくそのね高額商品を買うっていう緊張感というかな、このシーンにふさわしくないですよね。まあそういうふうにターゲットによっていろいろ変わっていくということなんですね。まあですので商品開発はまずはですねターゲットの設定から始めましょうというお話です。18日火曜日、レッドオーシャンを抜け出す商品開発とはってことですね。レッドオーシャン本当に多くなってきましたよね。でこれ撮ってるのが12月19日なんですけども、ちょうどおせち料理がね、まあ年末になると届くかなっていうことなんですけども、おせち料理もですねもうネット販売は超レッドオーシャンですよね。もう猫もシャクシもこの時期になっておせちおせちおせちで、まあどこがどう違うんだって言ってもそんなに変わりないと思うんですよね。生詰めとか冷凍ありますし、あとは和食おせちとか中華おせちとか、イタリアンとかフランス料理のおせちなんかもありますね。まあそんな中で、ディアゴスティーニがなんとゴジラのおせちってのをね、発売してるんですね。当然、料理もですね、ゴジラにちなんでですね、例えばね、金粉を使い派手で美しいキングギドラをイメージした数の子とかね、あとはね、モスラに見立てたテリーヌ。金粉で鱗を表現、色合いがさらにモスラっぽくバージョンアップ、モスラの横にはバトラも、ショコラテニールとドライトマトでとかって、まあこんな感じになって、まあ食材もねこうゴジラに登場する怪獣のようになってたりとか、あとはゴジラのね切り箱に入ってるんですね。オリジナルゴジラ切り箱、あとはゴジラレジェンドの年賀状セット3枚、その他にもですね、ゴジラ対ガイガイの50周年記念オーナメントもついてるってことなんですね。で、このゴジラのファンが、他のね、例えばセブンイレブンのおせちを今まで買ったとするじゃないですか。けど、このゴジラのファンだったらこれを見つけたらこっちの方に乗り換えますよね。だからね、まあこういうふうにね、先ほどの商品開発にも通じるんですけども、ゴジラのファン向けのね、おせちってのは非常にね、これいいですよね。まあ、こんな感じでターゲットを明確にすると、レッドオーシャンから抜け出すことができるかもしれないっていうお話です。19日水曜日、自己肯定感を高めるにどうしたらいいのか。世間一般に言われてるのはやはり最近の若い人は自己肯定感が低くなってきているっていうことがね、言われてますよね。うん。まあ、自己肯定感というのは自らのあり方を積極的に評価できる感情とか、自らの価値とか存在意義を肯定できる感情などを意味するっていう言葉なんですね。まあ、だから自尊心とか自己存在感、自己効力感とか自尊感情とかっていうのはこんな言葉もあるようです。はい。じゃあですね、自己肯定感が低い人どうしたらいいんだっていう話なんですね。例えばね、こんな質問を自分にしてみると、よくやった、努力したと褒めてあげたいことは何でしょうか。生き生きと心が楽しんでいた時はいつだったでしょうか。挫折をしても乗り越えたと思えることは何でしょうか。打ち込んできたことや挑戦してきたことは何でしょうか。自分の強みや趣味が役に立ったと思えたことは何でしょうか。使命感を持ってやってきたことは何でしょうかなど、まあ、10個ぐらい質問があるんですけどね。まあ、こんな質問に一個一個答えていくとですね、まあ、自身の振り返りも含めて、自分も知らなかった自分をまた発見することが、それが自己肯定感にもね、つながる、ことになるかもしれませんので、まあ、こういうふうなね、ものも取り組まれてもいいかなと思います。20日木曜日、大人が就きたい職業の第1位は、子供が将来なりたい職業っていうアンケートは毎年やってるんですが、大人ってどうなのかなっていうね、まあこれも言われてみれば素朴な疑問なんですけども、まあある調査によると、1位はウェブライター、2位は公務員、3位は医師、4位は YouTuber ね。で、これね、
1231人の人を対象にやってるんですけど、年代がちょっとわかんないんで、なんとも言えませんけども、第1はウェブライターっていうね。まあなんとなくこうフリーランスでもね、こう気軽にできるんじゃないかなっていう感じのがありますし、まあ2位は公務員は安定してるんでね、まあ一生食いっぱぐれることがないとか、3位の医師っていうのは、これドラマの影響とか結構あると思うんですね。お医者さん絡みのドラマって近年本当に増えたと思うんですね。なので、なんかこう使命感を持って世の中の役に立てるといいなっていう現れだと思います。4位は YouTuber。これ相変わらずね、子供と同じですよね。うん。まあ、実は私もですね、いつだったか妻に、ねえ、今のコンサルタント辞めたら何になるって聞かれて、即座に YouTuber って答えましたからね。まあ、なので、まあ、大人でも僕と同じような考えしてる人は結構いるんじゃないかなと思いますよね。でね、この機会に自分が本当にやりたい職業、就きたい職業って何かなっていうのをね、自問自答するのもいい機会じゃないかなと思います。21日金曜日、社長は嘘つきだという話は妙に納得できる。社長耳が痛いですね。はい。まあ社長ね、嘘つきなんですよね。できもしないことをね、よしやるぜって言ってみたりとかね。まあそんなことって、まあ大風呂敷広げることってあるじゃないですか。まあかといって本当のこと言えないですよね。心の中でできないと思ってても、いやー今期は10億円は無理だよとかって言えないですよね、社員の前じゃね。なのでやっぱりどうしてもね、大風呂敷を広げる傾向にあると思うんですよね。はい。で、まあなかなかね、まあハッタリもね、嘘も方便とかハッタリも重要なんですけども、今社長にとっての、まあ、嘘つきってのはこっちに置いておいても、何がやんなきゃいけないかって言ったら、嘘つきにならないためにはこれだけ時代の変化が激しいので、一生懸命学ぶってことですよね。で、自己を変革させていく、これ非常に重要だと思うんですよね。うん。だから社長が学ぶことをやめたら、その企業は生き残ることができないと思ってた方がいいと思うんですね。そうすれば嘘つきにはならないと思います。22日土曜日、潜在能力を引き出す3つの方法とは。まあ、潜在能力っていうのはね、顕在能力とは違いますね。顕在能力ってもうみんな知ってるね。自分でもこう意識してる能力なんですけど、潜在能力ってまだこう眠ってる能力でね。まあ、ことの話によると、人間はもう 98% かな、もっとかな、ぐらいのね、能力を使ってないと話ですもんね。この脳のね、力をね。まあ、そんなところで、いろいろとね、潜在能力を引き出すためにね、何をやったらいいんだっていうことなんですけども、これいくつか方法があって、まずはですね、6色ハット発想法っていうのがあります。で、2つ目は目標設定。3つ目が産業ポジ自分日記、産業ですね。1、2行、産業の産業ポジティブ日記をこれ進めてますってことですね。で、詳しくは、全部言いませんけど、例えば、この6色ハット発想法っていうのは、有名なね、エドワード・デ・ボノが提唱してるんですね。これね、自分ではね、ない人物になったつもりで発想するんですけども、例えば、白い帽子は、客観的な視点で過去に合格した人の傾向はとかね。まあ、これあれなんですよ。受験勉強に取り組むってことなんですけどもね。で、赤は直感的視点。難しそうだが興味があるとかね。黄色は積極的視点。合格したら自信につながる。黒は批判的視点。落ちた時に周りの反応が気になる。で、緑は創造的視点。面接に役立つ本を読もう。最後が青で管理的視点、面接のための練習計画を立てるってね、このような6つの視点で考えると脳のバランスが取れて、いろんなね、アイデアも出てくるんじゃないか、そして潜在能力が引き出されるんじゃないかなというお話でした。23日日曜日、会社は何をやるところかご存知ですかっていうね、まあ、会社は仕事やるところでしょうっていうね、まあそんな感じなんですけども、まあ会社のね、意味っていうのもいろいろあるんですよね。例えば、同じ志で物事を行う集団っていうね、まあそういう意味合いもありますし、まあ普通にね、商工会としてね、の会社っていうのもありますよね。株式会社とかね、合名会社とかね、いろいろありますけどもね。はい。それで、これね、面白い話を紹介したいと思うんですけども、鴨頭義人さんという人がいますね、講演家でね。その鴨頭さんがメルマガで言ってたんですけども、会社は英語でカンパニーじゃないですか。カンパニーね。で、もともとはラテン語のコンパニオンから来てるんですって。で、コンパニオンっていうのは一緒にパンを食べる人っていう意味らしいんですね。
なのでアメリカとかイギリスでは、まあ、食べるために会社があるんだよって、まあ、そういった捉え方なんですね。でね、面白いのがあって、ドイツとフランスですよ。ドイツとフランスではですね、フランス語で仕事は、アントルプリーズっていうんですね。ドイツ語で仕事は、ウンターネーメンっていうらしいんですけども、まあこれね、なんかこう突き詰めていくとですね、1480年以降はこのフランスのですね、アントルプリーズっていうのが、挑戦という意味になったらしいんですよね。ドイツ、フランスでね。でね、フランス人は会社のことを挑戦するものであるっていうふうに定義してるらしいですよ。会社イコール挑戦ですかね。まあ、ドイツでもそうらしいんですけども、なので、フランスとかドイツでは同じ志で物事を行う集団というのは当たり前で、まあ、問題はその集団が何をするかっていうね。で、ドイツとフランスは挑戦をするっていうね、これ日本企業に一番足りないのかもしれないですね。会社とは実は挑戦をするところだっていうふうに定義づけてる国があるというお話です。24日月曜日、当たり前のことを当たり前にできない理由。これは難しいんですね、非常に。よく経営者の方から相談できます。うちの社員は当たり前のことを当たり前にできないんだと。具体的に何ですかって言ったら、書類を出すときにちゃんとチェックせずに出すから後でトラブルになるとかね。朝来たけど誰も挨拶しないから、社長の俺がまず社員に挨拶するんだよとか。もうゴミが落ちてても知らんぷりなんだよとか、まあ、いろんなことがあるんですけども、一言で言うとしつけです、これは。はい、しつけがなってないってことなんですけども、じゃあどうしたらできるようになるかっていうのを考えてみました。まずね、やり方とか方法がわからないってのは当然ありますね。で、二つ目、面倒なのでやりたくない。三つ目、忙しくてやる時間がない。四つ目、忘れてしまう。で、最後は、この目的がよくわかんない。これやって何になるんだっていうことなんでしょうね。はい。まあそんな、まあいろんなね、できないっていうのはできないなりの理由があると思いますので、なぜできないのかっていうのをまず考えて、次にどうしたらできるのかっていうのを冷静にね、分析して解決策を考えていくのが非常に重要じゃないかなと思いますので、社長だけがね、怒ってなくてもいいと思うんですね。これみんなで考えればいいと思うんです。はい。25日火曜日、ついに登場しました。SNS 手当。いつ出るのかなと思ってました。ついに出ましたね。これはですね、就職支援事業を手掛ける人材育成のジェイクって会社ね、これ非常に有名な会社なんですけども、ですね、ツイッター手当がですね、給料ともに支給できるっていうのがね、11月にね、発表されたそうなんですけども、はい。これまた、そこのね、ジェイクのね、人事部長の方がツイッターでつぶやいたらもう本当に2000もいいねがついたっていうことなんですね。で、月額3000円から最大1万5000円までをこう支給する制度らしいんですね。で、支給基準というのがありますね。まず3000円でちょっと考えてみると、フォロワー数が1000人。で、10万インプレッション。で、エンゲージメント率が 2%。で、1万5000円はフォロワー数が1万人。で、50万インプレッション。エンゲージメント率は3000の支給基準と同じ 2% というふうになっているそうなんですね。まあ、こんな感じで、SNS 手当ね。まあ、この場合はツイッターですけどね。そんなのをこう導入している企業が登場しましたよってことです。で、今後はツイッターだけではなく、インスタグラムとか TikTok などね、他の SNS もね、対象として、まあ、SNS 手当制度ね、まあ、これをリニューアルすることもこのジェイクが考えてるらしいですね。もう時代は変わったってことですよね。それだけ SNS が、こう仕事に対しても影響力を持っているというお話です。26日水曜日、無駄の多い営業活動を効率的にする考え方。いや、本当にね、無駄多いんですよ。営業っていうのは。その最たるもんが移動時間なんですけどもね。まあちょっと今回はその移動時間をどうこうする話ではないですね。KPI とファネルっていう話になるんですけども、KPI っていうのはキーパフォーマンスインジケーターっていう略なんですね。で、日本語で言うと重要業績評価指数ってね、よくわかんない言葉になっちゃうんですね。で、これ営業に当てはめて考えていくと、まあ、例えばね、どうしましょうかね。ターゲットリストが1000件あったとしましょう。で、そこにテレアポを実施します。そうすると、ここでの指標は1000件かけて何件のアポイントが取れるかっていうのはこれ一つの指標ですよね。これ何パーセントみたいになると思うんですよね。で、まあ、アポが取れれば同時に商談もできるので、アポイコール商談数になります。
で次はまあ商談をしたら何社に提案見積もりを提出できるか、1000件に電話かけてアポを取ったら100件がアポを取れました。でその100件に対して商談をして提案見積もりまで行ったのが 30%、 要は30社です。で最後はその30社から、何パーセント受注しましたかって、これファネルって言いますよね。この上路みたいになってますね。だんだんこう狭まっていくということなんですけど、そこに KPI っていう何パーセント受注できたかとか、何パーセントアポが取れたかっていうのを設定していきます。まあ、そうするとこういった数字があるとですね、闇雲にやるっていうことにはならないので、いろいろとですね科学的に分析はできます。ここが弱いとかここが強いとかね、これは営業だけじゃなくて他の業種でもね KPI の設定はできるかと思いますので、ぜひ導入してくださいというお話です。27日木曜日、ああ勘違い、指導とは何をやることっていうね、これ上司の方頭痛いんですけども、やっぱり指導を履き違えてる人っているんですね。部下に何かを教えるってことだと思ってる人がいるんですよ。はい。そうすると一生懸命手取り足取りね、上司が部下にね一生懸命教えるんだけど、部下なかなかねマスターできないっていうね、まあそういった現象も起こりますよね。まあ、はっきり言うと教えなくてもね、やる子はやるんですけどね。はい。で、実は部下のね、仕事ってのは教えることもまあ重要ですよね。何もね、経験のない人は最初に教えてやんなきゃダメなんで。だけど、それだけじゃないんですよね。例えば、どんなに教えてもダメな人ってやっぱりいると思うんですよ。ダメな部下っていうのはね。そしたら、これね、やる気がないとか、能力がないとか、向いてないとかって片付けるのは簡単なんですけども、では、この部下は何か強みだとか、他にね、能力を活かすことはできないのかって言って、なんだろうな、部下の才能とか適性を発掘して活かしてあること、これも上司のですね、大きな仕事になりますよね。なので、教えるだけがね、仕事じゃないよと、上司の。うん。まあ、自立する人材とか、自走する人材ね、これをいかにして作っていくかっていうね、ことも非常に重要なんで、そんなことも頭に入れて、部下のマネジメントをやってくださいというお話です。28日金曜日、得する人、損する人、その違いとは、の気になるタイトルですね。まあ、得する人とね、損する人って何が違うんだって、いろんなこう説がありますけども、得する人って自分ができなかったり分からなかったら周囲の人に教えてくださいとか助けてくださいってやっぱり言える、まあ、相談できる人だと思うんですよね。そうすると周りの人もね忙しくてもしょうがないな、じゃあそんな困ってるんだったら教えてやるよってなるじゃないですか。まあそして教えてもらってそれでうまくいくと、教えてもらった人に、いやおかげさまでこんなにうまくいったんですよってね報告すればね、また教えた方もね、なんかねまた今度ね困ったら教えてやろうかって思うんでしょうね。とか損する人っていうのはそういうことを一切やらずに自分の中で何かねこう解決しようかなっていうことなんですけども、ここで重要なこと、社長とかリーダー上司と呼ばれる人は部下にね助けを一回求めてもいいとは思うんですよね。うん。で、思い切って部下に、もうちょっと、うまくいかない、助けてくれよ、いい案ないかって聞けば、部下だってね、困ってる上司を見てね、見捨てることはないと思うんですよね。けど、そこに、また上司と部下の信頼関係、社長と社員の信頼関係出てくると思うんで、ぜひですね、教えてください、助けてくださいっていうのは、上の人から下の人に言う。これをですね、実践すると、人間関係も変わりますし、信頼感とか信用度も変わってくると思います。29日土曜日、営業マンに訪問してほしい。これが本音っていうね。コロナ禍以降はね、飛び込み営業はね、もうできなくなったし、ますますね、まあそんな訪問とかね、時代遅れじゃねえのとかって言ってるわけなんですよね。はい。まあまあ、それで、まあそれはそれでいいんですけどね。だけど本当にそうなのって話で、インサイドセールスやっぱりコロナ禍で盛んになりましたよね。インサイドセールスっていうのは、社の外に、社外に一歩も出ずに、例えば手紙、メール、ネット、電話を使ってセールス、要は商談のアポイントを取り付けていくっていうことなんですけども、それインサイドセールスって言いますね。インサイドセールスが盛んになってきました。ですが、ある調査によるとですね、営業担当者に実際に訪問してきてほしいと回答したのが経営者とか役員の中に、まあ、会社員のうちに、ね、70.6% もいるわけなんですね。
うん、要は訪問してほしい。じゃあなぜ訪問してほしいかって言ったら、顔を見ずの商談にやっぱ誠意を感じないって思ってる人が 35.2%。営業担当者の顔を見ると安心感があるって人が 30.1% なんですね。で、この結果を見るとやっぱりね、肝心な時は訪問しないとね、なかなか難しいんじゃないかなと。まあ、インサイドセールスとあとはオンライン商談だけでこうやってるっていうのも非常に効率的でいいんですけども、例えば高額商品だったりとか、やはり顔見合わせないとできないことって結構ありますんで、まあ、そういった時はね、ぜひね、インサイドセールスはなくてもリアル営業をやるっていうね、まあ、これもですね、非常に大事なことだと思います。30日日曜日、こんな会社で働きたい、採用競争力を高めるには、相変わらずね、人手不足がね、やっぱ続いていますよね。それで、まあ、地方の企業では完全週休2日っていうね、まあ、それを打ち出せるとですね、ある程度人が集まるなんても言われているわけなんですよね。はい。で、あとね、やっぱこう言われているのがですね、コロナ禍がこうやって収まってくるとですね、やっぱり出社に切り替える企業が東京あたりと非常に増えてきてるって話なんですね。理由簡単なんですよ。マネージャーがですね、リモートでマネジメントができないっていうことが非常に大きいんですね。いや、それはそうですよね。出社してですね、部下と一緒の部屋にいれば部下が何やってるかとかね、まあ、声かけも簡単ですもんね。ところが、テレワークとかリモートワークだと、それができなくなるんで、つまり上司の仕事がなくなる。で、結局言われるのは、あんた何やってんのっていう話なんですよね。うん。ちゃんとマネジメントできてんのっていうね、まあ、言われてもできてないんですよね。まあ、それがありますよね。まあ、そんなことで、出社に切り替えるところがやっぱ多くなってきてると思うんですけども、ここで考えないといけないのがですね、実は、同じ企業であれば、毎日ね、出社しなければいけない企業と、1週間に1日だけ出社すればいい企業って、どっち選べますかってことなんですよね。まあ、言い換えれば、社員が住む場所とか、働く場所を自由に選べるか、選べないかっていうことに、まあ、尽きるんですけどもね。まあ、そうなってくるとね、やっぱり、この出社とリモートワークの、このバランスですよね。これも採用競争力を高めるための一つの要素になってくるということですね。と同時に、出社が週1回であれば、週4日間はリモートなわけなんで、リーダーの方はリモートのマネジメントだとか、リモートのリーダーシップの発揮の仕方を一生懸命学ばないとですね、なかなか難しい世の中になりますよというお話です。そして1月最後の31日金曜日、泥臭い手書きチラシに学ぶ目立つ極意っていうね、まあ、当社にもポスティングチラシって結構入ってきます。まあ、入ってくるときはもう毎日入ってくるんですけども、で先日ね、ポストの中見たらね、もう汚いのがねこうあったんですよ。あるかな今。そこをね、いや、これです、ここにあります。 こんなのあったんですね。これコピーしてあると手書きのものがね。で、不動産屋さんでマンション売りませんかっていう、実は、手紙だったんですけども、非常に泥臭いですよね。で、まあ、こういったの久しぶりに見たので、これはこれでね、まだね、十分威力はあるんだなと思いますよね。これ、メールで、例えば、ありがとうございますと文字を入力しても、まあ、誰がやっても同じじゃないですか。ところが、手書きの、場合は A 君がやるありがとうございますと、 B 君がやるありがとうございますと、 C さんが書くありがとうございますではちょっと違うわけですよね。つまり手書きの文字のこう形とかいろんなにですね、感情とかね、その人の性格が現れるわけですよね。だから感情こうね動かされるみたいなことがあるんで、まあやっぱり営業ツールにこういったアナログ的な要素のものを入れていくっていうのは非常に重要なんだなと思いました。まあそんなこともね、この手書きの汚い手書きのね、コピーを見て思ったわけです。前1月ですよね、2020年の幕開けの1月がスタートしたわけですけども、まあ1月ね、今年初めの1ヶ月なんでです。ぜひですね、素晴らしいスタートを切ってほしいなと思います。それでは今月の大事です版はこれで終わりにしたいと思います。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。